はい、皆さんこんにちは。神工房のキングダムです。本日紹介したいマクロ情報はこちら。マクロスフロンティアギャラクシーライブ2021リベンジ。まだまだ2人はこれから私たちの歌う機系の、ライブがあったと思うんですけど、それの先行上映会が決定いたしましたので、そのご紹介しようかなと思います。こちらは舞台挨拶付きの上映会となってます。マクロスフロンティアランカリー役の中島めぐみ、マメグが登壇の舞台挨拶付き先行上映会が開催と、全国各地の映画館に、生中継、発売前のライブブルーレイの映像を一足早くみんなで見ようということで、昨年行われましたライブの、先行上映会ですね、ブルーレイ発売される前に、映画館で見ることができるといった内容となってます。で、日にちですね、日にちが6月4日の12時20分開演の公演と、16時開演の公演の2本があります。で、12時20分、最初の方の開演の、舞台挨拶、月の上映会が本編上映終了後に舞台挨拶で、16時の方が、舞台挨拶終了後に上映と、なんで1本目が先に見て後で舞台挨拶、2本目が舞台挨拶を先にやってその後上映会となります。で、場所が東方シネバズの日本橋、東京の方ですね、となってます。で、登壇者はめぐと、ビッグウエストの畑中さんとなってます。価格は4,000円で、基本ライブビューイングがありまして、そちらは16時開演の方ですね、の方だけとなってます。全国各地の映画館で見ることができます。行きたい、東京というか、関東外で行きたい方とかは、映画館の、ライブビューイングビューイングの方のチケットを応募していただければいいかなと思います。ライブビューイングの方が価格3,000円となってます。で、こちらですね、まず通常の舞台挨拶付きの上映会の方の日本橋の方ですね、のチケットスケジュールなんですけど、こちらがもう応募してまして、応募っていうか先行ですね、出まして、どこに書いてたかな、1週間ぐらいだったはずなんですけど、そうですね、4月の29日の12時から5月の1日までとなってますんで、期間が割と短いんですね、3日ぐらいなので、お早めに。で、当落発表は5月3日なんで割と早いですね。はい。で、お申し込みは、1人様につき2枚までとなってます。で、そこから無理だった人は一般でありまして、一般先着が5月4日の13時からとなってます。で、なぜか、そうですね、ファンクラブ選考もあるんですけど、こちらは5月8日までなんですよね。ライブビューイングか。すみません、ライブビューイングが5月8日までとなってます。はい。で、プレオーダー抽選、これが M 玉ですね。で、プレオーダー抽選、とあって、プレオーダー抽選も同じです、ライブビューイング。で、もしこっち外れたよっていう方は、舞台挨拶会場の方、ライブビューイングの方で、応募していただいてもいいのかもなと思いますね。一般終わった後とかに。はい。で、ライブビューイングの一般は、5月26日から、前日の12時までとなってます。はい。こういう感じのスケジュールとなってますので、もし行こうかなと思ってる方は、ご自分の方でご確認の方をよろしくお願いいたします。
という感じで今回は以上とさせていただきます。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロ商法のでお会いいたしましょう。